今回は、スリーウェイリードというリードのご紹介をさせていただきます。その他の通り、3種類の使い方ができます。まず1つ目、こちら一番短いところで止めていただくと通常の長さのリードとして使っていただけます。で、こちらは、例えばこのように斜め掛けにして使っていただくことも可能で両手が空きます。で、次ですね、2つ目の使い方は、はい、有川ちゃん、ちょっと待って、はい、こちらの金具を外していただいて、この真ん中にある金具のところにこのように留めていただいて、少し先ほどより長さが長くなりました。でこちらをこう斜め掛けにして使っていただきます。でこれ両手が空きますので、例えばこのワンちゃんのうんちを取るときとか、そういうときにも、両手が空いてるのですごく使いやすい。こうやね。はい、次3つ目の使い方ですね。今度はこの一番端にある金具にこれを留めていただくと、ロングリードとして使っていただけます。分かってる分かってる。少しこうワンちゃんと遊ばしてあげたいなとか、そういう時にこのようにロングリードとして使っていただけます。あと、このオプション的な使い方として、時々やっていただけることとしては、少しなんかちょっと急に少しだけちょっとこうワンちゃんを止めておきたいなとかいう時はこういう風にしていただくこともできます。ただこちら渓流リードではございませんので、本当にワンちゃんが見えるところで噛み切ってしまわないように、少しちょっとこう何かの時の急な時はこのような使い方もしていただけます。